カズマです。イシちゃんです。ヨシキです。ジンくんです。アッシーです。パンタロウです。6人揃って、アマトロです。アマトロ気配ロイヤル。今から皆さんには散らばった状態で目隠しをしていただきます、その後その場で、5回回り回り終わったら自分以外のメンバーを手に持っている棒で叩いてください、はい、横振りはのしなしで、はい、なしでお願いします。で、叩かれた人は目隠しを外して退場していただきます、うん、最後まで残った人が勝者となります、うん、これを4回戦やります。勝者になった方は抜けてもらって、うん、敗者がずっと残り続けて、誰が最弱かを始めたいと思います。敗者ね、後ろの人や司会じゃないあお、はいしゃー。いや、なんてしょかったんだよ。情緒が多いな。シンプルね。シンプルね。本当にこれですよ。腕っぷしが出される。違う。怖っ。そうか。これ右腕取れても大丈夫。切れるのこれ。何をやろうとしてるの。真剣でもない。自分でしてもらって、ちょっとバラバラにじゃあ、スタッフがじゃあ、ばらけさせる。やめて。誰だったよ。疑心暗鬼だ。やるから。死んで攻めやるんだよな。やるやん。さあ、じゃあ、みんな目隠してもらって。これいいんじゃない。はい、じゃあ動かしましょう。はい。触らないで。そっちね。そっちがね。声出したバカだろ。さあ、じゃあ、今この場で5回回ってもらいます。いきますよ。せーの、1回、2回、3回、4回、5回と。それではいきますよ。アマトロ気配ロイヤルスタート。さあ動きましょう。おお、ちょっと待って、大丈夫ですよ、そのままもう目隠し外して退場してください。さあ行きましょう。さあラスト1対1。おお、というわけで勝者は三上良樹。おもろ現象がいる。刀剣が途中からずっと俺頭誰にやるか。アッシーかな。アッシーやる。早かった。石の頭。じゃあもうね、こうやってる時に、もう後ろにこういたの。それ当たるわ、一発で。さあ、というわけで1回戦終わりました。勝者勝ち抜けは、三上良樹。やったこれは強かったよ。それは前世はブシブシの武士だったんで抜けてもらいましょう。コメントから抜けてもらいましょう。2回戦いきたいと思います。でももう分かったから。俺も分かったよ。分かったやり方が分かった。勝ち方分かった。自分のあれ分かった。なんだよ。全然結構ない。俺はヨシキのあれ見てね、ちょっとヒントを得たから。あ、そう、最初ね、最初に負けたから、なんとなく分かった。ちょっと俺じゃないか。ちょっと待って、本当にすっげえ痛いよ。どうしたどうしたどうした。
ちゃいけない。さあ、じゃあ皆さん、目隠しをやって。びっくりした。勝たねえとやめな、もう。じゃあ、スタッフの方、じゃあ、行ってもらいましょうかね。さあ、じゃあその場で5回回ってもらいましょう。どうぞ。行きましょう。ハマトーケハイローエル2回戦スタート。はい、ちんちゃんアウト。外して、なるほど、エースです。いいよ。おい、いいよ。
場外で、場外の人を大丈夫です。さあ、行きましょう。以上、僕たちがワールドスイーツトレンドアイドル、アマンド ダッシュでした。せーの、ごちそうさまでした。